柏原市立柏原中学校は大阪府柏原市の公立中学校。地域の清掃活動や住民の訪問、学校開放など地域に根ざした取り組みに力を入れている。また、地域の協力を得て大阪府で初めてとなる職業体験学習を1998年に実施した。学生改革に伴い1947年に 柏原町立中学校として創立した。当初は、旧青年学校後を本校とし、柏原小学校、県下小学校、県上小学校の3カ所に分校を設置していた。しかし分校が広範囲に散らばっていることで、教育活動に支障が出るとして、1948年1月に、八尾市、大中、旧軍八尾飛行場弊社二棟の払い下げを受け、 校舎としての改造の上で統合移転する予定にしていた。しかし改造工事中に火災にあって全焼し、旧閉舎跡への移転は実現しなかった。その直後の1948年2月には、柏原機械製作所の工場跡などを買収し、整備の上で1948年6月に本校と二分校を移転統合している。 文校として残った県上文校は1948年9月に柏原町立県上中学校として独立した。1958年10月の柏原市の市政施行に伴い柏原市立柏原中学校となった。1982年には柏原市立県下南中学校を分離している。ありがとうございます。